セミオン・イサイアビチス・ニトコフスキーは、ソビエト連邦出身のバイオリン奏者、オデッサの生まれ。1940年に、ピョートル・ストリャルスキーの音楽学校に入って、バイオリンを学ぶが、歩道なくして、第二次世界大戦のために、学業の中断を余儀なくされる。1946年にベニヤミニ・モルドコビチに、バイオリンを学んだ。1949年には、 ソロコンサートを開くまでになり、1951年にオデッサ音楽院に入学して、モルドコビッチのクラスで研鑽を続けた。音楽院在学中から、オデッサフィルハーモニー管弦楽団の演奏会に出演して経験を積み、1956年には、リビューフィルハーモニー管弦楽団のソリスト及び、リビュー音楽院のバイオリン科講師に就任した。しかし、 1957年には、モスクワ音楽院に入学し、ダビッド・オイストラフの訓導を受け、すぐに、オイストラフの助手に任命された。また同じ年に全ソ連音楽コンクールに入賞し、モスクワで開かれた、世界青年学生祭典のコンクールで、第3位となった。1958年には、ブカレストのジョルジェ・エネスク国際音楽コンクールのバイオリン部門で、 シュテファン・ルハと第一位を分け合い、1963年のエリザベート王妃国際音楽コンクールで2位入賞を果たした。1976年にはモスクワ音楽院の教授に昇格し、フランツリスト音楽院の教授も兼任した。またドイツ、スイスやフランスなど各地でマスタークラスを開き、熱心に行進の指導に当たっていた。モスクワにて没。 ありがとうございます。